皆さんこんにちは、賃貸の関の中島です。本日私は奈良市大宮町にございます 1LDK のおしゃれな賃貸マンション FJ ビルという物件にやってまいりました。まずはこちらリビングスペースなんですが、テレビ、テーブル、ソファー、そういったものをお家にいただいてもですね、ゆったりとした十分なスペースなので、そんなお部屋となっております。お部屋にはこのようにですね、ロフトスペースもあるのがございますので、こちらのはしごを使っていただきまして、上のスペース、収納スペースとしてもご利用いただける、そんな開口がもしっかりとございます。お部屋のすぐ隣には洋室のスペースもございます。こちらのお部屋にはですね、こちら空間もしっかりございますので、ベッドなどを置いていただいてもいいかもしれませんね。収納スペースもしっかりとございます。このように横幅のあるクローゼットタイプの収納スペースとなっておりますので、衣類やコートの収納にも困りません。また天井にですね、室内物干しをつける、ものもですね、しっかりとございますので、こちらを使っていただきまして、室内物干しセットしていただきますので、雨の日などもですね、洗濯物などを干していただくことも可能となっております。リビングスペースに戻りまして、こちらエアコンも1台対象が設置されておりますので、ご安心ください。リビングスペース、奥のスペースにも収納スペースがございますので、こちらもぜひご利用いただければと思います。またこちらバルコニースペースもですね、南向きとなっておりまして、暖かい日差しがしっかりと入るバルコニーとなっております。お洗濯物なども十分に干していただきますので、ご安心ください。奥にはキッチンスペースもございます。キッチンスペースは広々としたカウンターキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、シンク、調理スペース、そして3口のガスコンロがビルドインされたシステムキッチンタイプとなっております。収納スペースもしっかりとございますので、キッチン用品もしっかりと収納していただけます。またセキュリティ面もモニター付きのインターフォンもございますし、こちら、リモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども簡単に変更していただけます。はい、奥に進んでいただきますと洗面スペースです。入ってすぐのところには室内洗濯機置き場、そして広々としたお風呂もございます。お手洗いも奥行きもしっかりとございますので、すっきりと使っていただけますし、人気のシャンプードレッサーも嬉しい独立の洗面台がございます。そして、お部屋を戻っていきまして、玄関スペースもとても魅力的となっております。広々とした玄関スペースで、このように大きな下駄箱もございますので、靴の収納にも困らない、そんな空間となっております。いかがでしたか。これだけ広々と使える 1LDK タイプの賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の目先のスタッフは皆様の家探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。